この動画には、ゆっくり音声、日本の過去の歴史、制作者個人の主観、シュークリームへの憧れ、三元パイへの絶対的な信頼、などが含まれます。どれか一つでも苦手なもののある人は、視聴はおやめください。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は榎本武明仕上げの後編なのよね。そうだ、頭の中ではもっとサクサク制作できる見積もりだったんだが。甘い甘い、自分の愚鈍さを甘く見すぎね。マーライオンのように何かを吐き続ける、そんな未来が待ってるぜ。ではそろそろ、行ってみよう。海軍参謀、山田昭義率いる新政府軍第一陣線500名が、江差北方の乙部に上陸。榎本軍、松岡四郎次郎率いる一連隊150名が迎撃に渡るも、兵力差と海上からの援護射撃で敗退し松前方面へ退却。1500対150、仕掛けるなんてわんぱくすぎるでしょ。囲碁陸軍参謀、黒田清隆率いる皇族も上陸。新政府軍は軍を分け複数のルートから函館を目指し進軍。元より少数の榎本軍をさらに分散させる作戦なんだぜ。確かに榎本軍も兵力を分散せざるを得ないわね。山田昭義立案の括弧撃破でより確実に勝つ戦略なんだぜ。西郷隆盛に、あの子はっぱ傭兵の天才でごわす。と言わせただけのことはあるわね。分散した新政府軍に榎本も兵を分けて迎撃するが、松前、木古内、矢倉井の戦闘でいずれも敗退してしまう。戦力でも財源でも圧倒的不利な状況だものね。二股口では土方歳三指揮のもと、小砲隊、伝習隊300名が新政府軍を迎撃。物量で迫る新政府軍相手に、大激闘となったんだぜ。鬼の復調本領発揮ね。数で優勢な新政府軍は前線の部隊を次々と入れ替え、土方率いる榎本軍の損耗を誘ったんだが、土方も部隊を2小隊ずつ入れ替えて前線を維持し、ついに新政府軍を撤退させたんだぜ。さすが土方ね。しかし矢倉井方面が新政府軍に突破され、退路を断たれる危険が出たため、五稜郭へ撤退をせざるを得なかったんだぜ。無念でござるー、無念でござるー。5月に入ると分散していた新政府軍は函館を前に有川付近で集結。それに合わせて新政府海軍も函館湾に進出し、榎本海軍と交戦しているぜ。海ではどうだったの ?5 月7日の戦闘で海戦は機関を破壊され座礁。最後に残った軍艦番領は、新政府軍の徴用丸を撃沈した後浅瀬に乗り上げ座礁。5月11日に榎本軍は海上戦力の全てを失ったんだぜ。これで函館近海は完全に新政府の手に落ちたわね。乗組員は函館湾最後の砦で、弁天台場へ合流したぜ。函館湾に突出した形で気づかれた放題ね。同じく5月11日に陸でも函館総攻撃が開始され、4000名の大兵力で侵攻してくる新政府軍に対して、五稜郭の前衛として布陣していた大鳥圭介率いる各部隊が迎撃。大鳥自身も大砲を操作、射撃したり、各部隊間を飛び回りながら指揮を取り立戦するが、兵力差に押され夜には五稜郭へと撤退したぜ。無理もねえ。また参謀、黒田清隆率いる700は飛龍丸に乗り函館山西に上陸。山をよじ登りこれを占領。完全に裏を書かれたわね。函館市内にいた新選組と伝習士官隊が迎撃に出るが、山頂からの攻撃と海からの艦砲射撃で前進できず、一本木まで後退。これにより新政府軍は下山を開始。函館市街を占領の後一本木方面へ進出。このままじゃ弁天台場が孤立してしまう。そうだ。それを危惧した土方が一本木方面を支えるため駆けつけるが、指揮を取っている最中に狙撃され戦死してしまうんだぜ。京都から函館まで戦いに次ぐ戦いの人生だったわね。これにより一本木方面も総崩れとなり、榎本軍に残された拠点は本営の五稜郭に孤立した弁天台場、そして千代が大陣屋の3カ所だけとなってしまったぜ。身体ここに極まった。明けて5月12日には函館湾の鋼鉄から五稜郭に艦砲射撃が開始され、古谷作左衛門枯渇傷者が続出したんだぜ。古谷作左衛門といえば、この時函館病院の院長を務めていた、元将軍爺、高松陽雲のお兄さんよね。そうだ。そしてこの日の夜黒田清隆は高松陽雲に使いを出し、榎本への降伏勧告文を託し、説得するよう依頼しているぜ。榎本は降伏に応じたのかな?この降伏勧告を拒絶したぜ。あらま、そして榎本は降伏拒否の回答とともに、オランダ留学で帰国の際送られた、海の国際法規と外交を、これからの日本にはぜひとも必要となる書なので役立ててほしい。との書状を添えて黒田清隆へ送ったんだぜ。玉砕覚悟の自分の手元にあっては、灰になってしまうかもしれないものね。それにしても自分の意地を通しつつ、日本の将来も考えて敵に託すなんて、立派な男ね。まったくなんだぜ。翌5月15日、孤立しつつも踏ん張っていた弁天台場がついに陥落。長井直宗以下240名が降伏。5月16日には撤退命令も降伏勧告も拒否して抵抗する千代が大陣屋が陥落。首相、中島三郎助と二人の息子は戦死。
中島親子の壮絶な死を悼んで、後年千代田大臣や近辺は中島町と名付けられるのよね。そしてこの日の夜、黒田清隆は、海の国際放棄と外交、の返礼として、霊場と酒ごたるにマグロゴビを江の元に送ったんだぜ。戦場に咲く友情の匂いがプンプンするわね。これを受けて江の元は黒田に軍師を送り、返礼と明朝までの休戦を申し出る。黒田の要衝を取り付けると首脳陣を集め合議を行い、降伏、会場を決定。それが終わると敗戦の責任と兵士たちの除名嘆願のため、まさか、切腹を試みるが通りがかった大塚格之丞に制止されるんだぜ。格之丞よくやった。こうして明治2年5月17日、亀田八幡宮近くの民家で黒田清隆と会見、降伏の約定を取り決め、18日降伏が成立し、鳥羽伏見から始まった戊辰戦争は1年と約半年で終結したんだぜ。長かったわね。私はこの戊辰戦争は、平和でのんきに過ごせた鎖国を破られ、今後は空格割れるかの国際社会で生きていかざるを得なくなった日本人の、意識と歌の戦いだったのではないかと思うんだぜ。そうね。列強や世界とのつながりが無理やりとはいえ強くなった以上、鎖国時代のような安穏とした利用は望めないものね。降伏した脱走軍の将兵たちは、弘前藩などに預けられた後、そのほぼ全員が翌年には釈放されているぜ。あら、寛大ね。敵として戦いはしたが犯罪者ではないからな。そしてこれより先の時代は、徳川家家臣や島津家家臣といった世の中じゃないからな。そうね。敵も味方も日本国民だものね。それに食べさせるのにもお金がかかるからね。ただし幹部だった榎本や松平太郎、大鳥圭介、荒井幸之助、長井直宗、松岡番吉、相馬和江の7名は東京辰野口の軍務官休門所の牢獄に収監されたぜ。寛大さも無制限ではないわね。幹部の処遇に関しては徴収罰は厳罰を求め、薩摩罰は黒田を中心に除名を求め調整がつかなかったんだぜ。派閥で意見が分かれると、理屈よりも意地だメンツだになってしまって結論でないのでは、結局2年半収監されたままになったぜ。戊辰戦争より長期化してるわね。この間榎本は読書や著述に没頭したりしているぜ。どんな境遇でも知識欲旺盛って感心感心。この間、黒田清隆は榎本の除名嘆願に走り回っているんだぜ。また福沢諭吉も榎本の除名活動に一枚噛んだりしているぜ。福沢と榎本は何か関係があるの？福沢諭吉の奥さんと榎本の母が遠縁らしいぜ。静岡にいた榎本の母を東京に呼び寄せ面会請願文を代筆したりしているぜ。そんなつながりがあったのね。後年福沢は榎本に対して激おこになるけど、ここでは割愛するぜ。人間生きていれば色々あるものね。こうした除名活動が実を結び、明治5年1月6日、特赦により出獄し親戚宅で謹慎。その2ヶ月後の3月6日に、晴れて無罪放免となったんだぜ。でもよくよく考えてみればよく無罪になったわね。新政府に引き渡し予定の軍艦に乗って逃走。歯向かう連中をちょこちょこ支援しまくって、ついにはラスボスになってて親かせたのにね。そうだな。まあ薩摩藩士には武士の意地を貫く姿勢が好感だったんだろうな。そうね。いかにも薩摩隼人が好みそうな行動だものね。黒田清隆も榎本武明の才能だけじゃなく人間性も見込んで、除名に奔走したんでしょうね。その黒田清隆は当時北海道開拓使次官だったんだが、榎本を開拓使へと誘い任官させたんだぜ。しけを潰した連中に使えることになる。そんな葛藤もあったんでしょうね。開拓使に出資した榎本は各地を回り資源調査を実施。石狩丹田北部の空地に、良質の炭素を発見したり、函館に日本初の気象観測所を設置したり。これは北海道の気候を甘く見て、海洋丸を座礁させてしまったことへの思いもあったかもね。また国から払い下げを受けた土地に牧場を開き北進社を設立したりしたんだぜ。いろいろやってるわね。さあここからがこの動画で一番紹介したい部分だぜ。と言いますと、榎本が開拓市で働いていた明治6年10月、中路行使に決まっていた沢信義が病死してしまう。当時樺太は国境が確定しておらず、日露両国民の雑居地状態で、そのため両国民の間には、揉め事が絶えなかったんだぜ。そりゃそうなるわね。さらにロシアは樺太を流刑地として折り合ってくるのは犯罪者ばかり。これじゃあ揉め事が起こらない方がおかしいわね。この問題の解決が中路行使の最大の仕事だったんだぜ。それができる人間として、明治7年1月中路特命全権行使に任命されたんだぜ。その結果結ばれたのが千島樺太交換条約ね。その名の通り千島と樺太を交換する形で決着したんだが、まずこの結果がいかにすごいことかを述べるぜ。お願いします。国際社会は今も昔も力のない者の意見は通らない。しかも相手はイギリスと世界中で勢力争いをしてきた大ロシア帝国。そして当時の日本は維新を成立させたばかり。日露戦争時でも国力に相当の開きがあったのだから、明治7年といったら日本に力なんてないに等しい状態ね。それを考えればこの日露の国境に関する揉め事は、
カラフトはじわじわとロシアのものとなり、日本は泣き寝入りが妥当な線だ。なるほど。それを榎本はカラフトをロシアのものとする。代わりに。ロシア領だった千島を獲得した。これはロシアにも妥協をさせた。つまり大ロシア帝国と弱小日本が対等な形で決着をつけたということだぜ。言われてみれば奇跡のような決着ね。では榎本はどうやってこの結果を叩き出したのか。ぜひ知りたいわね。まず一つ目の武器は地政学を理解していたこと。ほうほう。この交渉を始めるにあたって榎本は、ロシアの周辺にも目を光らせていた。明治10年にロト戦争が勃発するんだが、榎本が対ロ交渉を始める時点で、セルビア、モンテネグロとオスマントルコ間に火種がくすぶり始めていたんだぜ。バルカンは常にも寝言が絶えないヨーロッパの火薬庫だものね。ロシアという国は東と西で同時にことを構えることは絶対にしない。そしてロシアの立場で考えれば、西のバルカン問題と東のカラフト問題、どちらがより重要な問題かといえば、それは当然バルカン問題よね。ロシアはヨーロッパの国なんだから。そうだ。この状況ならカラフト問題に関しては強気に出てくることはない。今なら国際法をもっくそ振り回して交渉すれば、対等な形に持ち込んで決着できると榎本は呼んだんだぜ。榎本武明すごいわね。そして二つ目の武器が今出てきた国際法なんだぜ。さっきも言ったようにカラフトは日露の雑居地で国境は曖昧。さらにロシアは流刑地としており、やってくるのは重犯罪者が大半。そんなわけでロシア人による日本人女性殺人事件が起こった。榎本はロシアに対して犯人引き渡しを要求するが、ロシア側は、こちらで処分した、と適当ぶっこいて逃げようとした。しかし榎本は、犯人の名前さえわからないのに信じられるか、と突っぱねる。そしてこの交渉中にも揉め事が起こりその都度まくし立てて攻め立てる。その間にロシア側の交渉担当者の階級はどんどん上がっていく。下級役人じゃこいつの相手は無理だって理解し始めたのね。ついには海軍中将の肩書きをまとってサンクトペテルブルグまで押しかけ。こんなことが起こるのは国境線が曖昧だからだ。とロシア外務省の出方を伺いつつ国境問題解決の交渉に持ち込んだんだぜ。さすが明治政府相手に壮烈無比な戦いを挑んだ男ね。言葉での喧嘩の仕方も素晴らしいわね。強く押せばこのままいける、と内心思いつつも。カラフトは我々固有の領土だ。それを手放すとなれば我が国民はどれほど嘆くだろう。しかし日露両国民の平和のためである。我々も涙を飲んでこれに応ずる気だ。とはったりをかましまくった。その結果明治8年5月7日、日露間に千島カラフト交換条約が締結されたんだぜ。非業に倒れた女性も浮かばれるわね。ああ、力関係で言えばなかったことにされかねない事件だからな。一連の交渉で榎本は、日本はまだまだ自分たちのような文明国とは言えない。文明的でない国は我々文明国と対等な条約は結べない。として日本に不平等条約を押し付けておいて、文明の産物である国際法をお前らが守らないのはどういうことだ、という態度で臨み続けたんだぜ。国際法というものを熟知して使いこなしているわね。普通なら殺人事件は闇に葬られ領土は全て持っていかれる。そんな結果も致し方なしの国力差を、榎本は力と理屈でひっくり返したんだぜ。これをたった一行記載の教科書って、存在する価値あるのかな、と思ってしまうわね。その後の榎本は日本最初の内閣、第一次伊藤内閣で逓信大臣となり、その後も文部大臣、外務大臣、農商務大臣など、幕臣出身でありながら大臣職を歴任するぜ。急に解説がすっかすかになったわね。どうしても伝えたかったことは語れたからな。その他にも徳川育英会を設立し、旧幕臣を支援したり、東京地学協会や植民協会を立ち上げたりと、日本の発展に貢献する一方で、道徳教育の基準策定や、足尾鉱毒事件の対応でポカをやったりもしているぜ。全てが完璧な人間なんていないものね。そして明治41年10月26日、腎臓病により永眠、73年の生涯に幕を閉じたんだぜ。まさに波乱万丈の生涯ね。以上で榎本の解説は終わりなんだぜ。今回も拙い動画にお付き合いいただけた方には、本当に感謝なのよね。で次はどうするの？一応頭の中にはあるぜ。これは20分くらいで1話完結、2週間くらいで作れたらと思っているぜ。編集操作が遅いから。そんなわけで今回も、ご視聴ありがとうございました。